フランス・スペイン艦隊を破り、当時最強であった英国艦隊ですが、この当時最強の英国艦隊へ、薩摩藩が砲撃を行いました。その結果、薩英戦争が勃発します。英国公使代理のジョン・ニールは、艦隊の武力を背景に、賠償金と責任者の引き渡しを要求します。薩摩藩がイギリス側の主張に対して納得しないと、薩摩藩の蒸気船3隻に対し、5、60人の英国軍兵士の突入を行い、これを奪取しました。薩摩藩の乗組員は、英国側の兵士に銃剣で強制的に排除を拘束されたようです。英国側は賠償金の担保として取得をしようとしたようですが、薩摩藩側はこれを盗賊行為とみなしました。薩摩藩はこのイギリス艦隊を追悼する命令を出します。7カ所の薩摩藩の砲台に対して、砲撃命令が下されました。特に薩摩方面に近かった天保山砲台への伝令は大久保一蔵が担当します。後に明治新政府の実質トップともなった大久保利通です。こうしてイギリス艦隊と薩摩藩砲台との間で砲撃戦が開始しました。イギリス側はこの時点で砲撃を予想せず、油断していた面があります。それまでの幕府との交渉で優柔不断な幕府役人を見てきたこともあったでしょう。近年の中国派遣戦争以降、アジアを過小評価していた可能性もあります。日本は当時そこまで評価されていないアジアの一国で、さらに一朝の薩摩藩です。軍艦7隻で十分威嚇でき、抵抗はされないと判断したのかもしれません。英国の予想に反し、薩摩藩は戦うことになります。仙台藩主である島津成明は世界的な視野で海外情報の収集に努めておりました。中国の亜鉛戦争の事例を研究していましたし、いち早く軍備を近代化しています。なおかつ薩摩藩士は武士として気概と覚悟を持っていたように思います。特に亜鉛戦争から学び、日本を植民地化させない危機感を持っていたのではないでしょうか。薩摩藩の島津久光は幕政改革をリードし進めるほど主体性もありました。だからこそ薩摩藩は独自の判断でイギリス艦隊の盗賊行為に対して幕府に耐えらず、独力で沿岸砲台からの攻撃を命令しました。本格的に戦闘が開始します。さすがに当時世界最強の英国艦隊です。英国艦隊の最新鋭艦110ポンドアームストロング砲を配備していました。当時の列強の艦隊の中でも最新鋭艦を派遣していたわけです。悪天候、激しい波浪、薩摩藩側はイギリス側の予想以上に前進します。薩摩藩側の砲台はイギリス艦隊の集中砲火により壊滅的な打撃を受けました。しかしイギリス艦隊へ一矢を報いることに成功します。薩摩藩の旧砲の砲弾の一発がイギリス機関の看板に命中しました。艦橋で破裂爆発し、艦長、司令副長など士官クラスが死亡します。イギリス艦隊トップであったキューパー提督も転落し負傷しました。イギリス艦隊にとってここまでの士官級の犠牲は極めて稀だと言われています。19世紀初頭のトラファルガー海戦まで遡るかもしれません。このことはイギリスの日本への認識を変化させたようです。これを転換点に薩摩藩はイギリスと和解へ進むことになります。イギリス軍側の実力も認識し、軍艦購入など関係を築いていくことになりました。そんな薩英戦争のきっかけは1862年生麦事件になります。薩摩藩の島津久光の大名行列に約400人に遭遇した英国商人と友人4人がいました。彼らは馬から降りず、道を譲らず行列へ割り込む形となります。行列の中央まで入り、島津久光のカゴへ乗馬のまま近づく形となりました。その結果、当時の慣習に従い薩摩藩士が無礼打ちをします。4人のうち男2人と女1人は逃げますが、男一人は助かりませんでした。どこまで日本の大名を軽視していたかは分かりません。薩摩藩士が何度も制止したが従わなかったとされています。もちろん言語の問題もあったでしょう。しかし江戸時代の大名行列では、平民は土下座をするのが通常です。欧米でも当時の貴族行列では皆道を譲る状況でした。日本に来て大名行列の習慣も知らず、ガイドもなしで外国人居留地を出た点については疑問が残ります。生麦事件が起きた1862年という時期が強く影響しているのではないかと思われます。約20年前、大国だった清は1840年からの亜鉛戦争で大惨敗します。戦後処理として1842年南京条約で香港はイギリスに割譲されました。翌年、英国と清国の間で附属協定を締結します。
欧米による新国への不平等条約となりました。外国人が犯罪をしても自国で裁けないという領事裁判権、さらに関税自主権を喪失し IT 側だけの最恵国待遇を与えることになります。これらのうちに日本と欧米の条約にも影響を持ちました。さらに新国は1856年アロー号打砲事件から英仏連合軍と戦争をします。新国は英仏連合軍に広州を占領し大臣を捕らえられました。再度大惨敗です。新国はさらに不利でアヘンの輸入すら公認化される延伸条約を締結することになります。しかし新国は翌年の条約批准のタイミングで再度英仏軍に戦いを挑むことになります。英仏軍は大艦隊と1万7000人の大軍を準備し再度進軍し新国の砲台を占領しました。英仏軍と新国は戦争終結の交渉を行いますが、新国軍は英仏の使節団を捕らえ11名を拷問の上殺害したとされています。残った英仏軍は北京を占領し延命院で報復として略奪焼き討ちを行ったそうです。1860年ロシア朝廷のもと英仏と新国の間で北京条約が締結されます。さらに新国に不利な状況となり九龍半島が割譲されました。南麦事件は北京条約締結から2年の影響は計り知れない状況です。実際に南麦事件のイギリス人4人のうち1人は香港にもともと滞在していました。イギリス側の南麦事件に対する対応はかなり強硬でした。1858年安政の5カ国条約が締結され領事裁判権が認められます。日本国内の英国人の犯罪を裁く権利が日本側になくなっていました。不平等条約とはいえ条約と異なり英国人を勝手に処罰したとも解釈できます。一方ブレウチが薩摩藩主のやりすぎだったとして薩摩藩主を英国側が裁ける条約でもないのではという疑問も感じます。外国人居留地の外違法区域のグレーゾーンで南麦事件は起きたわけです。イギリス側は政府としても日本側にほとんど問題があるとして巨額の賠償責任者の処罰を要求したとされています。異文化との間で特に軍事力で主張を通す傾向があった面もあるかもしれません。エドワーク自体ももともと武力を背景に諸藩を支配していたという事実はあります。かつて戦争や武力介入は隣接する地域間でしたが19世紀にこれが大きく変化しています。時代の流れを読めていなかった徳川幕府は右往左往することになりました。諸藩への統率力も下がり逃げ腰の対応に終始します。江戸幕府は約250年過ぎ戦国時代に培った武力は平和ボケで衰えていたのかもしれません。イギリス化18世紀から19世紀にかけて産業革命で急激に発展しています。貿易中心であったイギリスの東インド会社は軍事政治的な性質へ変貌を遂げます。オランダは19世紀初頭のナポレオン戦争で勢力下に置かれイギリスに植民地を次々に奪われることになります。急激に変化する世界情勢に対応し列強に対抗することは簡単ではなかったと思います。その難しいことができなければこの難局でこの日本の舵取りをする責務を負うことはできないでしょう。1853年ペリーが黒船で来航し1854年日米和親条約が締結されました。以降幕政は混迷を続けます。1858年条約締結のためハリスは黒船艦隊を背景に条約締結しないと英仏に侵略されると威嚇したとされています。外国との力関係の変化にこの状況を理解できる者は当時少なく欧米と不平等条約を結ぶ幕府は権威を失っていきました。幕府の条約締結に対する批判は本能攘夷運動にも火をつけます。困窮した幕府で大老であった井伊直弼は1858年から59年にかけて安政の大国で反対者を一掃します。幕府への不信はやまず井伊直弼は1860年桜田門外の変で最後を遂げることになりました。幕府の凋落を見抜き1862年薩摩藩の島津久光が幕政改革を開始します。南麦事件はこの改革真っ最中の1862年に発生したわけです。幕府は改革をしていた島津久光に敵意を持つ者も多く対策や方針をまともに立てられなかったようです。そんな状況の中イギリスは弱腰の幕府から賠償金を取った上でさらに当事者の薩摩藩からも直接さらなる賠償金と犯人処刑を求め動き出します。幕府と薩摩藩の両方から賠償金を得ようとして英国艦隊は薩摩へ向かったわけです。その結果鹿児島湾に英国は7隻の艦隊を送ることになります。
当時欧米の中で幕府に対して軍事顧問をフランスが担当していましたが、フランスに代わり日本とのパイプを古くしたいイギリスです。薩摩藩とイギリスは利害も一致しました。倒幕がより加速して進んでいくことになります。英仏の勢力争いの一面はあったと思われます。ただし国内内戦において海外の勢力が少なからず影響することは珍しいことではありません。幕府と対立する長州藩へ1865年薩摩藩は薩摩藩名義での武器購入を支援することにします。薩摩藩は薩英戦争の2年半後の1866年に長州藩と同盟することになりました。薩摩藩はさらに1867年には土佐藩と軍事同盟を結びます。1868年から69年に戊辰戦争では新政府軍を薩摩藩が主導しました。この内戦に際して欧米諸国は局外中立の立場を取ります。フランスのレオン・ロシュ公使は個人的に旧幕府側を支援していたようです。イギリスの駐日公使通訳アーネスト・サトウはジャパンタイムズに記事を寄稿しました。記事は英国策論として和訳され明治維新に影響を与えたようです。英国策論では将軍は主権者ではなく諸侯連合の主席に過ぎないとされています。独立した大名たちは外国との貿易に大きな関心を持っているともされていました。このため新たに天皇や連合諸大名と条約を結び、日本の政権を諸軍から諸侯連合に移すべきとされていたようです。当時英国政府は日本の内政干渉を禁じていましたが、英国公使のパークスはこの英国策論を特に否定しなかったようです。1869年旧幕府軍で函館で最後まで戦っていた榎本武明が降伏します。新政府軍が勝利して戊辰戦争は終了しました。幕府の混乱期に日本は欧米から武力を背景に不平等条約を結ばされたわけです。1858年幕府が締結した日米修好通商条約、日本に関税自主権がなく米側に領事裁判権がありました。1866年幕府の老中水野忠清が調印した改税役書、これにより輸入品の関税率は 35% から 5% に改悪されます。幕末に国内が不安定で西洋列強に足元を見られた面はあるのではないでしょうか。アヘン戦争後の深刻な波の不利益な条件を日本も受けることになります。不平等な低い輸入関税を強いられ、安価な外国商品が大量に流入することになりました。国内産業資本の発達が滞っていきます。国の財政に寄与する関税収入が大きく減少しました。領事裁判権の撤廃が実現したのは1894年の日英修好通商条約まで時間がかかることになります。幕末の混乱から明治維新を経て国力軍事力を向上し、ロシアなんかに対抗する英国の意図と合致しました。関税自主権の回復は1911年の新日米通商公開条約まで時間がかかることになりました。日露戦争の勝利、日本の国際的地位向上が大きく影響したと考えられます。明治新政府は1800年代後半の当初は歴戦をくぐり抜け、覚悟ある志士たちが運営していたとも言えるでしょう。結果、非常に合理的に国益を考えた政策運営が行われていたようです。この結果、国の発展が進みました。徐々に新政府の体制が継続していくにつれて、政府や官僚は年次序列を含め利権集団となっていきます。徐々に劣化していったのかもしれません。流れる水は腐らない、流れが止まると腐敗していく面があります。競争の存在は良くも悪くも合理性のあるリーダーを選ぶことにつながります。競争がなくなると逆に腐敗が進むことになります。目に見えるような贈与や賄賂でなくても、大流れ主義で現状維持志向になっていきます。アヘン戦争が1840年に起きているにもかかわらず、1853年のペリーの来航まで十分な対策が取れませんでした。このことによって日本は未曾有の国難に直面することになります。そのまま幕府が続いていれば日本はどうなっていたか。死の覚悟を持って国を憂い、議論する志士たちでなく目先の利権を守るだけの利権集団が国を牛耳り、その道を誤らせることになったのかもしれません。だからただ和を持って尊しとするのではなく、時に摩擦を恐れずに議論を行い、可能な限り自然な競争をお互いに行い、それをフェアに白黒をつけ結果を明確にし、それによって互いの真剣さを失わないような環境づくりをすることが、これがどの分野業界においても一番大切なことなのかもしれません。そんな風に撮影戦争を見てみると面白いかもしれないですね。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。引き続きぜひよろしくお願いいたします。